浅間山。浅間山は、三重県伊勢市、鳥橋にある山。正式名称は、浅間が竹。三国地市では、竹とも記され、伊勢市近辺で、竹は、浅間山を意味する。南方に連なる、浅間山地を含めて、浅間山とする場合があり、この場合には、島々でまたがることになる。山頂付近に、臨済州の金剛商事があり、この寺を、浅間山と呼ぶ場合もある。 浅間山さんは、標高555メートルの北方と、約540メートルの南方、京画峰の他に、いくつかの峰がある。伊勢島国立公園の中に位置し、日本百景に選定されている。紀伊半島から太平洋に突き出た島半島の最高峰で、山頂付近は、初日の出の名所である。浅間山さんは、伊勢島を代表する霊山として知られる。は、 縁起大神宮式などに、浅熊とあるように、浅熊が本来の読みであり、音が訳され、浅間となったと考えられる。なお、浅熊との読みは、伊勢神宮拙者の浅間神社に残っている。浅熊の語源として、浅熊、川の浅瀬を意味する古語に由来する説、渡来清明、旧石危機垣が有力とされる。他に、この地を訪れた。 空海の前に朝に熊が言うに、国菩薩が現れたという説による、説、金剛正寺殿、浅間神社の祭神である足つびめ、別名僕か、昨夜姫の通院に由来するという説、渡来のべ行などがある。北方に三角点がなかったため、ケーブルカーの駅の後付近の一等三角点の、標高の478メートルを誤って記載する。 地図が昭和時代には数多く存在した。東端の戸橋船津から西端の伊勢州時間町へ緩やかな稜線を描き、稜線の南方は浅間山地と呼ばれる。稜線の東側の大部分と山頂付近から南方の山伏峠方面へ続く稜線は伊勢国と島国の境出る。浅間山の西岸を流れる島地川流域は、 島地山と呼ばれ、内空神域の一部である。急峻な北斜面の山麓には東西に、浅間が、竹断層があり、東から西へ伊鈴川支流の浅間川が流れる。地質は、古生大下部の鬼穂層、僧、三株層に属し、延期性新生化なリーワルイを、主とする。山頂展望台付近に路頭が見られる。この地方の最高峰の浅間山は、古くから、 三岳信仰の対象となり、八百二十五年、天朝二年に、空海が、神言密教道場として、南方東原に、金剛商事を建立したと伝えられている。三百九十二年、明徳三年に、鎌倉県長寺五世の東学文一区が、金剛商事の再興に尽力したため、神言宗から臨在宗に改修した。室町時代には、神仏合から、 伊勢神宮の肝にあたる牛虎、北東に位置する金剛商事が伊勢信仰と結びつき、伊勢へ参らは、浅間をかけよ、浅間かけねば、肩参りとされ、入山者が増えることになる。戦国時代から江戸時代初期には、当地権力が及ばないアジールとなっており、豊臣秀吉の歓喜を受けた、美東地戦の潜伏先として選ばれた。浅間山付近では、江戸期以降、 中派を問わず葬儀の後に、浅間山に登り、金剛正寺奥の院に東馬を建て供養する、竹参りという風習がある。境内には、松尾葉昭久妃や詩人、竹内光三氏妃がある。浅間山行が、峰頂には、約40基の京塚が確認されている。明治時代から、京塚の存在は確認されていたが、1959年、 昭和三十四年の伊勢湾台風による倒木でさらに多くの京塚が確認された。山石で小石室を築いており、出土品は平安時代末の記念名のある京塚など工芸品として優れたものが多い。1966年昭和四十一年四月十五日、浅間山京塚軍として国の史跡に指定され、京塚などの出土品は1963年。 昭和三十八年に国宝、考古資料に指定されている。出土品の多くは金剛商寺の宝物館に展示されている。浅間山山町にある1925年、大正十四年に伊賀軌道を設立した田中善介が社長を務めた浅間登山鉄道によりケーブルカーが開通したほか、1938年、昭和13年に内宮前から、 登山バス用道路、未補送が作られ、浅間山へ登る人が激増した。第二次世界大戦中の1944年、昭和19年にケーブルカーの線路が、軍に軍事物資として徴収されたため休止になった。一般の浅間山への入山が禁止され、混合障時は衰退した。開通時には、東洋一とされたケーブルカーは、 第二次世界大戦後に再開されることなく1962年、昭和37年に正式に廃線となっている。当時の線路の敷石と山頂駅などが廃墟として現在も残っているが、山頂駅跡は2006年、平成18年に鉄条網で囲われ、近寄れなくなった。第二次世界大戦後に三重交通により登山バスが再開されたものの、 ケーブルカーに及ばない輸送力では参拝客を取り戻せなかった。伊勢湾台風などで被害を受け混合障子は衰退の一途をたどったが、1964年、昭和39年の伊勢島スカイライン開通後には客足を取り戻し復興した。登山バスは伊勢島スカイライン開通に伴い路線が廃止されたが、伊勢島スカイラインを経由する路線に引き継がれた。 だが再度廃止されている。登山方法が徒歩に限られていた時代には、竹道と呼ばれる登山道に数多くの茶店があったが、20世紀中にすべての茶店が廃業した。浅間峠の豆腐屋、豆腐屋は江戸時代に開業し、最盛期には100畳の大広間を持つ本館と10室以上の客間のある別館を持ち、 浅間山山頂付近唯一の旅館としてにぎわった。ケーブルカー休止後は茶店として臨時営業していたが、1964年昭和39年2月18日に火災で店舗を消失し廃業した。当時は竹参りの人々のために数多くの一万金丹の店が並んだ。これはその中の一番大きい店。宇治竹道と後とも道の合流する箇所にある。 現在は石垣が残るのみ。ちなみに今も金剛商事内の売店でお守りと一緒に一万金丹が売られている。現在は石垣が残るのみである。ちなみに山頂広場にも三木本幸吉の記念碑がある。浅間山の東側にある霊園。金剛商事の経営で1973年、昭和48年に完成。 鳥羽市立船津保育所のところから霊園へ通じる自動車道がある。頂上からは登山道、近畿自然歩道でしか行けない。自動車道路沿いの桜並木は春には桜の名所として地元では有名である。浅間山を横切るように伊勢神宮の内空付近と鳥羽を結ぶ山岳道路。1962年昭和37年12月に着工。 1964年昭和39年10月に三重交通主会社の三重県観光開発株式会社により作られた延長 16.3km 福音 6.5m の有料道路である。1950年昭和25年6月に厚生省が告示した伊勢島国立公園計画の中に宇治山田市から浅間山を経由し、 島軍飛ば町に至る道計画が示されており、それが実現したものである。一世州時間町と飛ばし飛ば町のそれぞれの出入り口に料金所がある。初日の出で賑わう大晦日を除き、夜間の通行は禁止されている。山頂付近まで自動車で容易に登ることが可能で、開通以来最も一般的な選択肢になった。クロソイド曲線を利用し、 蕎麦案などのリアス式海岸が見通せるように設計されている。伊勢、蕎麦の両上り口とも、急カーブが連続する区間があり、中腹付近からはカーブの曲,曲率は大きくなってくる。かつて定期バスが運行されていたが2010年現在は廃止されている。年末年始等イベント時には参考バスが臨時運行される。また、土曜、祝日には、伊鈴川駅、 浦田町から浅間山町まで三宮ーバが運行している。この道路は観光用の指導で無料化の予定はない。2017年6月現在の通行料金は自動二輪車880円、計普通自動車1250円である。通行することができるのは自動車とオートバイに限られ、自転車は通行することはできない。営業時間は 通常7時19時の間であるが、下記は延長されていて、大晦日には、昼夜営業も行っていることから初日の出を拝む、スポットにも利用されている。南方の東にある標高506メートルのピークに、大型駐車場と山頂展望台があり、賭場側にあたる北東方向の眺望が良い。上島、東志島などの飛橋の離島のほか、伊勢湾対岸に、 厚み半島を望むことができる。条件が良ければ、南アルプスや富士山を見ることができるが、陶器の晴天の空気が澄み切った時以外はほとんど見えないという。現在山頂には、売店と自動販売機、浅間茶屋という食事どころがある。また、足湯、散歩道、遊歩道、名、古山神社、ハンモック広場、観地雷パラグライダー離陸場所、 三木本幸吉をおかご立場のひどがある。山頂のレストハウスがあった場所は、現在、山頂広場という芝生の空間になっており、絶景の休憩スポットである。ここに今話題のレトロな天空のポストがあり、現役のポストとしては、伊勢島最高に立つポストである。大切な人に手紙を出したい人の間で静かなブームを呼んでいる。 一油電展望台、伊勢市市街地方面への眺望は、伊勢料金所方面にある、一油電展望台の方が良好である。一油電展望台からは、天気が良ければ、伊勢市街や鈴鹿山脈、伊勢湾を望むことができ、伊勢島では夜景の名所となっている。一油電展望台には、自動販売機が設置されている。浅間山にはかつては、鳥場、島、磯部方面からの山景道。 生活道路としての賛同が多数あった。しかし、自動車道の発達に伴って歩く人は激減した。2010年現在は、観光用として整備された浅間岳道以外ほとんど利用者はない。地元の愛好家、山岳会、テクロ会など以外は、歩く人も少なく、廃道寸前のものもある。その他、野生のウサギなどが目撃されている。 伊勢神宮の旧域林及びその周辺は、長寿保護区であるが、鳥橋側はそうでない地域があり、狩猟の時期、11月中旬から2月中旬には、ハンターがいることがあるので要注意。山頂には、津市に放送局のある、NHK 新放送局と三重テレビ放送を、MTV 以外では、三重県、中部までを、放送区域とする。 テレビ放送の中継所が1964年、昭和39年に作られた。地上デジタルテレビ放送の中継設備が隣接して作られ2006年、平成18年により開始された。この中継所は東方へは、戸橋の一部を放送区域とするが、南方の島市の大部分では電波が浅間山地に遮られ受信困難であるため、 鳥羽しの一部と島市の大部分のための別の中継所が複数作られている。浅間山には伊勢テレビジョン中継放送所が置かれている。使用するチャンネルは全て UHF である。視聴エリアは鳥羽市から津市の沿岸部、島地区などを中心に愛知県田原市や豊橋市の沿岸部、果ては静岡県湖西市や浜松市の沿岸部でも受信報告がある。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。